ハニューの RE ブレイ・グッズ中国ファンの熱狂、イケメンスケーターの魅力に包まれた新アイテム。フィギュアスケーターのハニューさんの最新アイスショー RE ブレイが中国のファンから熱狂的な歓迎を受けています。特にショーの公式グッズであるジップパーカーについて彼の魅力が余すことなく表現されています。この記事ではハニューさんの RE ブレイ、 グッズについての中国ファンの反応を探り、なぜ彼のファンが熱狂するのかを解説します。二十八歳の日本のフィギュアスケーター、羽生ゆずさんが主催するアイスショー、RE プレイは、そのスケーティングの技術や芸術的な演出だけでなく、その魅力的なファッションにも注目が集まっています。中国の SNS プラットフォームであるビヒロシ、ウェイボーに登録されているハブさんのファンアカウントが、同章のグッズを紹介し、 その反応が非常に熱狂的であることが明らかになりました。10月30日、ハブさんの中国のファンアカウントは、RE、プレイのジップパーカーを紹介しました。このジップパーカーには、RE、プレイの文字が前面の胸部分や背面、紐部分に生えされており、ブラックとブルーの2つのカラーバリエーションが用意されています。価格は各色8800円、税込みです。さらに、このジップパーカーは、RE、 プレイの公式アカウントでも、ハブさん本人が着用する写真が公開されており、そのスタイリッシュなデザインが注目を浴びています。このジップパーカーが中国のファンから受けた反応は非常に好意的で、多くのコメントが寄せられています。一部のファンは、モデルも服も素敵。本当にイケメン。買えます。彼は歩くクローゼット。何を着ても美しい。でも私が着るとまた別、泣き、私が着るには、 大きいサイズが必要。このパーカー、質感が本当に良さそう。買おうかどうか悩んでいたけど、買うこと決定。めっちゃ素敵。着心地が良くて体型もぼかせるオーバーサイズ。グッズというだけでなく、服として完成度高い。といったコメントを残しました。これらのコメントから、ジップパーカーのデザインと品質がファンに高く評価されていることが伺えます。さらに、他のファンからは、かっこいい。めっちゃイケメン。 後ろを振り返る様子がたまらない。私のベイビー。すごく萌え、もエル、この男の子派なんてかっこいいんだろう。私の心理ポイントをすべて満たしているわ。べてのグッズをハブ君自ら着用して紹介してほしいなどのコメントも見受けられました。これらのコメントは、羽生ゆずさんの魅力と彼のスタイリッシュなファッションセンスに対するファンの強い愛情を示しています。<laughs> RE、プレイの公式グッズは、 2023年11月1日午前11時11分から通信販売が開始されました。このオフィシャルグッズの販売開始と同時に、ファンは熱心に注文を行っています。さらに、RE、ブレイの埼玉公演が2023年11月4日から始まることから、イベントに参加するファンにとって、これらのグッズは特別な思い出を刻む一部となるでしょう。羽生ゆずれさんの、RE、ブレイ。 アイスショーの公式グッズ、特にジップパーカーについて、中国のファンから熱狂的な反応が寄せられています。このグッズは、そのスタイリッシュなデザインと高品質な製品としてファンから高く評価されており、ハブさんの魅力を最大限に引き立てています。ファンからのコメントには、彼のファッションセンスとカリスマ性への深い愛情が現れており、彼の成功と人気の背後にある要因を示唆しています。 プレイの公演が始まることで、これらのグッズは特別な意味を持つものとなり、羽生ゆずさんのファンにとっては貴重な思い出となるでしょう。